トムズリバー・タウンシップは、アメリカ合衆国ニュージャージー州の中部、オーシャン軍の中央部にあるタウンシップであり、同軍の軍庁所在地である。2006年11月7日、住民投票により、公式名称をドーバー・タウンシップからトムズリバー・タウンシップに変更することが承認され、2006年11月14日付で有効となった。2010年国勢調査で、 の人口は9万1239人だった。州内では第7位、郡内ではレイクウッドタウンシップに次いで第2位だった。2000年国勢調査時点からは1533人、1.7%の増加だった。1990年から2000年も1万3335人、17.5%の増加だった。 現在のトムズリバータウンシップは七百六十八年三月一日に王室直居によりドーバータウンシップとして設立された。領域はシュルーズベリータウンシップの一部が分離したが、その時点ではモンマス郡に残っていた。ドーバータウンシップは七百九十八年二月二十一日に成立したニュージャージー州議会の方により、周発のタウンシップ百四4カ所の一つとして、 法人化された。タウンシップに入っていた領域の一部が、ジャクソンタウンシップ、ユニオンタウンシップ、ブリックタウンシップ、マンチェスタータウンシップ、バークリータウンシップ、アイランドハイツボロ、ラバレットボロシーサイドハイツボロを作るために、分割された。2006年、第13回モーガンクイットのお調査で、全国369都市の中で、全米の安全な都市第15位に挙げられた。 2007年には371都市の中で第14位になった。トムズリバー・ダウンシップは様々なテレビやニュースメディアで紹介されており、例えば MTV のメイドやジャージーショア、HBO のボードウォークエンパイア欲望の街及び映画悪魔の住む家のロケ地となった。1998年トムズリバー・イースト・リトルリーグがリトルリーグワールドシリーズで優勝した。 トムズ・リバーでは世界で2番目に大きいと言われるハロウィンのパレードを行っている。トムズ・リバーの初期歴史の多くはアイムする話があって曖昧になっている。様々な資料が町名の由来をイングランド人単位のウィリアム・トムズ、農夫で渡し船を経営したトマス・ルーカー、トムというインディアンなどを挙げている。1992年、 タウンシップの225周年を祝う行事の一部として、トムズリバーのトムは、グースクリークの渡し船を運営したトマス・ルーカーで、あるという伝説に対し公式の認定を行った。19世紀、トムズリバーは造船業、捕鯨業、漁業、鉄工業、製材業の中心になった。町も川も通常は、トムズリバーと綴られていたが、19世紀の半ばから、 現在の形になってきた。トムズリバーは、シュルーズベリータウンシップの南部にあり、1767年に分離する直径を得て、ドーバータウンシップを形成した。アメリカ独立戦争の時、植民地民兵隊に塩を供給する戦略的に重要な製造所があり、また沖合でイギリス船やロイヤリストの船を略奪する、死略船の基地になった。 1782年3月、イギリス軍とロイヤリスト兵の一軍が植民地民兵隊を収容していた川沿いの商用祭を攻撃し、ジョシュアハリ隊を捕獲し、後にサンリフックで公死刑にした。町の塩製造所や家屋の大半も破壊された。この事件は、イギリス軍、ロイヤリストと植民地の緊張した関係を大きく悪化させ、当時パリで進行中だった。 和平交渉を長引かせ、1783年までかかる要因になった。トムズリバーは、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも、ニュージャージー州の歴史登録財にも指定されている。1878年のトムズリバー地図1850年、トムズリバーは、モンマス軍の南部が分離して新設されたオーシャン軍の軍庁所在地となった。19世紀後半から20世紀の初期、 ドーバータウンシップの中から多くの新しい街が創設された。その中にはブリック、ジャクソン、レイクウッド、バークリーの各タウンシップがあった。トムズリバーは1914年と1926年の2度、ドーバータウンシップからの分離を試みたが、うまくいかなかった。川の南岸にあるトムズリバーの部分は1927年に、 サウストムズリバーとして法人化されたバークリータウンシップまで伸びていたが、川の北岸にある当初の町の中核部は今日でも広いタウンシップの一部になっている。20世紀の終盤20年間、タウンシップの人口はかなり変化し、1990年代には2万人以上が増えた。タウンシップは自治体と軍政府の中心でありながら、 ガーデンステート公園道路の開通もあって、地域の人口は第二次世界大戦後の10年間で爆発した。トムズリバーは2世紀にわたって、タウンシップの中で人口が多く、また密度も高かったが、現住民の大半は街の他の部分で買い物し、働いている。トムズリバーのリトルリーグ野球チーム、ビースト・フロム・ジーンストが1990年代の5年間にサンドリトルリーグ。 ワールドシリーズに出場し、1998年には日本のチームを12対9で破って優勝した。優勝した後のパレードには4万人以上の監修が修道37号線に集まった。2010年にはウィリアムズ・ポートで開催された第4回大西洋岸、中部選手権にも出場した。1996年、トムズ・リバー、レーダージュニア PV フットボールチームが 全国タイトルを獲得した。1993年、トムズリバー・リトル・インディアン・ミジェットチア隊が最初のチアリーディング全国タイトルを獲得した。2001年から2003年の3年連続でも、トムズリバー・エンジェルスが全国タイトルを獲得した。2005年、トムズリバー・リトル・インディアンスがさらに2つの全国タイトルを持ち帰り、トムズリバー・レーダースも全国優勝した。 2006年、トムズリバーエンジェルスミジェットラージアドバンストチア、スカットとトムズリバーリトルインディアンスミジェットスモールインタミディエートチアスカットがさらに2つの全国タイトルをもたらした。さらに2007年くらいは、トムズリバーエンジェルスが1つ、インディアンスが2つの全国タイトルを持ち帰った。1990年代半ば、州と連邦政府健康環境機関が、 1970年から1995年のトムズリバーで子供の癌症例が増加したと報告した。州と連邦政府健康環境機関による複数の調査で癌増加の要因は1952年から創業していたトムズリバー化学品工場による汚染の可能性があることを示した。この地域は 地下水から有毒な化学品が検出された後の1983年、アメリカ合衆国環境保護庁のスーパーファンド適用となった。翌年、群銅571号線とボーンアベニューの角で排水管に漏れがあることが分かり、閉鎖された。工場は1996年に創業を止めた。1996年から2000年に行われた追跡調査で、 予想以上にがんが発症している一方で、発症率が著しく低下しており、州平均の発症率と比較して統計的に優位と判断されることが示された。1996年からトムズリバーの浄水道は、週内でも最も厳しい試験を行うようになり、現在は引用に適しているとみなされている。ジャーナリストのダンファギンが2014年に、 ピューリッツァー賞を獲得した著作、トムズリバー、科学と救済の話は、この汚染の問題を詳細に検証したものである。広大なドーバータウンシップにはいくつかの地区があり、その中で小さな部分がトムズリバーの村と呼ばれていた。ドーバータウンシップの中で、アメリカ合衆国郵便公社が郵便用住所にトムズリバーを採用しており、他の地区の人口変化を反映して、 ドーバータウンシップの内外の部分がトムズリバーと呼ばれるようになった。1990年国勢調査でトムズリバーと呼ばれる国勢調査指定地域は8000人を下回る中心街の村を含んでいるだけだった。名称に関する混乱もあり、この国勢調査指定地域は地域の通常の呼ばれ方を反映する形でドーバータウンシップの全域を含むようになった。 長い間にタウンシップの名称に関する混乱は多くの住人にとっての問題になっていった。ドーバータウンシップ解消委員会の周辺に組織された運動はポールブラッシュが起こし、オーシャン軍商工会議所が支持し、2006年11月の住民投票を目指した署名が集められた。11月7日にあった投票で60%以上の住民がドーバータウンシップから トムズリバータウンシップへの解消を承認した。名称の公式の解消は2006年11月14日だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、領域全面積は52.884平方マイルであり、このうち陸地40.488平方マイル、水域は12.396平方マイルで、水域率は23.44%である。 ニューヨーク市のマンハッタンからは南に70マイル、フィラデルフィアからは東に55マイルに位置している。トムズリバーの領域の大半は本土にあるが、ドーバービーチズノースとサウスは、大西洋とバーニガット湾を分ける細長い、バリア半島のバーニガット半島に位置している。ドーバービーチズサウスは北に自治体のラバレットに接し、南はシーサイドハイツに接している。トムズリバータウンシップは、 北にレイクウッドタウンシップ、北東にブリックタウンシップ、東にラバレットボロとシーサイドハイツ、南東にアイランドハイツボロ、南にサウストムズリバー、ボロ、南西にバーグリータウンシップ、西にマンチェスタータウンシップ、北西にジャクソンタウンシップに接している。トムズリバータウンシップの中にある地区として、ドーバービーチズノース、ドーバービーチズサウス、国勢調査指定地域のトムズリバーがある。 その他の未編入領域は、アンドリューポイント、ベーショア、カッタスアイランド、シーダーグローブ、チャドウィック、コーツポイント、イーストドーバー、ギルフォードパーク、ギルモアズアイランド、グリーンアイランド、ロングポイント、ノーマンディビーチ、オーシャンビーチ、オートリービーチ、ペリカンアイランド、パインビュー、プレザントプレーンズ、シェルターコーブ、シルバートン、ティルトンポイント、ウェストドーバー。 ホワイトオークボトムがある。トムズリバーの郵便番号は08753から08757と08739である。オートリービーチは08751であり、シーサイドハイツと共有している。マンチェスタータウンシップには独自の郵便局がなく、その一部はトムズリバーの郵便用住所と郵便番号零八七五七を使っている。トムズリバーは温暖湿潤気候であり、 暑く湿気た夏と温暖な冬、暖かい春と秋が特徴である。2012年10月に襲ってきたハリケーンサンディからは大きな被害を受けた。シルバートンや中心街など標高の低い地域では高潮がバーニガット湾で起きてシャージーショアを上下した時に最悪の洪水被害を受けた。 橋でつながれたバリア諸島はハリケーンによる高潮でさらに大きな被害を受けた。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。トムズリバー・ダウンシップは2002年からホークナー法の主張、立法委員会の政府形態をとっている。立法委員会は7人の委員で構成され。 そのうち4人はタウンシップを4つに分けた、選挙区から各1人、他の3人はタウンシップ全体を選挙区に選ばれる。首長と7人の委員は11月の一般選挙の一部として、党派選挙で選出され、任期は4年間である。首長と3人の全域選挙区選出の委員が、同時の選挙で選ばれ、4つの区から選ばれる4人の委員は、その2年後の選挙で選ばれる。 トムズ・リバー・ダウンシップはアメリカ合衆国会議員の選挙でニュージャージー州第3選挙区に属している。衆議会会員では第10選挙区に入っている。2011年3月23日時点で登録有権者総数は59,987人であり、そのうち11,617人、19.4%が民主党に 15,749人、26.3%が共和党に32,592人、54.3%が無党派に登録されている。その他の政党は29人である。2010年国勢調査の人口で65.7%が有権者登録し、18歳以上の人口では83.6%である。 2012年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のミッドロムニーが22.773票、57.0%、民主党のバラク・オバマは16,776票、42.0%、その他の候補者が408票、1.0%という結果だった。登録有権者62.614人のうち、4235人、 64.3%が投票し、278票が無効だった。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のジョン・マケインが25,881票、57.2%、民主党のバラク・オバマは18,439票、40.8%、その他の候補者が600票、1.3%という結果だった。 登録有権者62.909人のうち45,215人71.9%が投票した。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュが26,203票60.7%民主党のジョン・ケリーが16,467票38.1%その他の候補者が360票 0.6%だった。登録有権者59,544万人のうち、43,170人、72.5%が投票した。2013年ニュージャージ州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティの19,317票、74.5%、民主党のバーバラ・ブオノが6,269票、24.2%、 その他の候補者が330票、1.3%だった。登録有権者6万1593人のうち、2万6470人、43.0%が投票した。554票が無効票だった。2009年ニュージャージー州知事選挙では、共和党のクリス・クリスティが19317票、66.8%。 民主党のジョン・コウザインが7948票、26.7%、独立系のクリス・ダゲットが1372票、4.6%、その他の候補者が283票、1.0%だった。登録有権者61578人のうち29782人、48.4%が投票した。 トムズリバーの幼稚園から12年生の児童生徒は地域公共教育体系であるトムズリバー地域教育学区の学校で学んでいる。この学区はニュージャージー州では最大の郊外型教育学区であり、都市型学区を合わせても第4位である。トムズリバーの児童生徒に加えて隣接するビーチウッド、パインビーチ、サウストムズリバーの各ボロからも受け入れている。 アボット学区でない学区の中でも州内最大である。2011年から2012年の教育年度では、18の学校に16,981人の児童生徒が学び、教師は常勤換算で1,166.8人、生徒、教師比率は14.55対1だった。学区内の学校は以下の通りである。生徒数は教育統計全国センターによる。 オーシャン郡唯一のカトリック系高校であるドノバンカトリック高校がトムズリバーにありローマカトリック教会トレントン教区の管轄で運営されている。この教区は幼稚園から8年生の児童のためにセントジョセフズ・グレードスクールも運営している。オーシャン郡カレッジは2年生カレッジであり、州内の他のカレッジや大学との協力で4年コースも選択できる。 トムズリバーのフーパーアベニューにある。2014年5月、J& リンダ・グリニン基金が J& リンダ・グリニン芸術センター建設のために570万ドルの寄付を発表した。これはオーシャングンカレッジの50年間の歴史で最大の寄付である。2010年5月時点でタウンシップの中には総延長453.89マイルの道路がある。 そのうち三百五十一点一三マイルがタウンシップの保守に七十7 2四五マイルがオーシャン郡二十四点零四マイルがニュージャージー州交通省六点二七マイルはニュージャージーターンパイク管理局の管轄である。トムズリバーの領域をガーデンステート公園道路アメリカ国道九号線ニュージャージー州道三十五号線道十七号線道七十号線 道166号線、オーシャン群道527号線、道530号線、道549号線、道571号線が通っている。混雑する道路の総壁は、フーパーアベニューと、修道37号線である。修道37号線は、ガーデンステート公園道路の出口82号から、ジャージー海岸に至る幹線道であるために、特に夏に、 ジャージー海岸に来る旅行者で混雑する。フーパーアベニューと群道571号線の交差点は、州内で唯一平面交差のクローバーリーフ型となっている。ニュージャージーターンパイク管理局が1971年にドリスコル・エクスプレスウェイを建設することを提案した。これは、庭園道路出口80号からサウスブランズウィック・タウンシップの ニュージャージーターンバイク出口 8A の北3マイルで終わるものだった。この計画は1980年に中止になった。トムズリバーの主要バス停留所は中心街、ガーデンステート公園道路の出口81号近くにある。ニュージャージートランジットの67系統で、ニューアークとジャージーシティのジャーナルスクエアへ137系統で、 ニューヨーク市マンハッタンミッドタウンのポートオーソリティバスターミナルへ319系統でニューヨーク市とアトランティックシティバスターミナルへ559系統でアトランティックシティバスターミナルへバス便を使うことができる。オーシャン軍軍制委員会がトムズリバーの中でオーシャンライドのバス路線を運行しており他にもブリックタウンシップ、ホワイティング、マンチェスタータウンシップ、レイクウッドタウンシップ レイシータウンシップ、リトルエッグハーバータウンシップ、バークリータウンシップ、バーニガットタウンシップ、プラムステッドタウンシップ、ポイントプレザント、ロングビーチアイランドで運行している。トムズリバーの内外で多くのタクシー会社がある。料金はそのサービスによっている。ニュージャージー中央鉄道とペンシルバニア鉄道は1940年代後半にトムズリバーへの運行を止めた。 最寄りの鉄道駅は、ノースジャージー海岸線のベーヘッド駅である。計画中のモンマスオーシャンミドルセックス線では、近くのレイクハーストに駅ができると見られている。ロバート・ジェイ・ミラー・エアパークは、バークリー・タウンシップにある、公営空港であり、トムズ・リバー中央事業地区からは南西に5マイルにある。冬のトムズ・リバー中心街トムズ・リバータウンシップで、生まれ、居住し、 あるいは密接な関わりがあった著名人は以下の通りである。ありがとうございます。